FX アーティストアカデミー大阪校の宮藤です。今日は R8-1 リズムヒアリングトレーニングシャッフルというものを解説していきます。ヒアリングなんですけれども、耳で聞くっていうことをヒアリングって言います。なのでリズムのメソッドですが、ただ単に体だけ動かすっていうことではなくって、耳で聞いたリズムをしっかり覚える、その場でね、すぐにです、瞬時に覚えてすぐに声に出していくっていうのをやっていきます。で、どうしようか、動きだけ最初にやろうと思うんですけれども、ステップクラップ閉じて、この動きだけ、もうずっとこれです。1&2&3&4、これがシャッフルっていう言葉がついているので、跳ねる、ドン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 ではなくて、ドンツタ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 、1&2&3&4&5&というふうに跳ねるリズムです。なので、まあ、動きはね、ちょっとこう跳ねるイメージ、少しできる人はやってくれたらなと思います。じゃあ流れ的には、例えば言葉をタを使っていくけれども、タタ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 タ、すぐにみんながその後タタ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 、で例えば次違うの、タタ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 、ですぐっていう感じで声に行きます。で、まあこんな感じで、まあ私言ってなかったら言おうと思って、すぐにね、後に続いて練習してください。コール&レスポンスって言って、聞いたものをすぐ声に出すっていうトレーニングにもなります。じゃあ音で一回やってみましょう。振ってやります。ペットボトルにお米とか入れると音が鳴ったりするので、持ってない人はそれでちょっと挑戦してみようって人には、お家の人とかに作ってもらってやってみてください。では動きはこれは一緒で、チャ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 、音楽はこんなんですよね。チャ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 、これに合わせるだけです。じゃあ、行ってみようかなと思います。で、今度はちょっと難しくなります。言葉が、タタ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 とか、なんかタタ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 とかになるので、これ一緒にちょっとやってみてもらえたらなと思います。じゃあ音に合わせて行ってみましょう。
すごくたくさんになかったかと思うんですけれども、できましたか？何回かやってね、このこれも難しいし、言葉がたくさんになると難しいと思うので、いろいろこの挑戦してみようという気持ちで頑張ってみてもらえたらなと思います。では以上になります。